どうも、アルシメタノです。どうも、アルシメタノです。ゆめぎんです。というわけで、はい、今回の企画は母親が読みリスニングマジで地獄説。今回の読み手、はい、お母様です。うわ、きっつ。なるほど、なるほど。英語から離れて早40年。わー、デンガン君、This is a pain。 テンションで話せやん。そういうことです、そういうことです。そういうテンションで話してんのか。そういうことです。ただし、正解が半分以下ならば、まあ、お母さんに対してね、はい、そのメッセージを送ってください、じゃあ。あー、なるほど、なるほど。余裕へ、その罰ゲーム。なんならもう、買ってもやりたいもん、それ。買ってもやりたい。はい、というわけで、はい、花毛It's person next! ちなみにですけど、スクリプト何回読まれるんですか？スクリプトは2回読まれました。2回読まれた。なるほど、はい、メイクとかハブやったら読めるかもしれへんけど、そうそうそう、確かにちょっともうコンシーダーぐらいか怪しくなってくる。コンシーダーは怪しい。コンシーダーぐらいか怪しくなってくる。コンシーダー怪しい。普通に考えたら、そりゃそうや。だから文章はそこまで、キテレツなやつは。なるほど、なるほど、なるほど。って感じです。まあまあでも、最高お母さんのせいできるんか。それでは参ります。はい、男と女が会話をしています。あ、男と女ね、はい、文章を聞いて質問に答えよう。どう Look at this Jerry I bought it in February. How much did it cost? It's 100,000 yen. If I had that money, I'dBuy a refrigerator. You are in the top of the hierarchy. Hierarchy. Because my father works at a Ray Fee. Ray Fee. Okay. 前より上手くなってる。おまだ。上手くなってます。これで上手くなってます。とりあえずあの2月の出来事だということを把握したぞ。じゃあ質問、はい、女性は最近何を買いましたか？うわ、そこなんよ。クエスチョン2、はい、もし男が10万円持っていたら何を買いたいと言っていましたか？それさ、発音やばくなかった？フェッシュフェッシュみたいな。なんかジュージュララみたいなやつですか？もしかしたら、ね、ジュルジュルみたいな。キーワード全部読めて、あ、絶対ここ答えてる。ちなみに俺は母さんが読めてないであるところを俺は問題にしてる。やっぱそうか、ヒエラジャーとレイフィムじゃ大事ない。もうゲボ吐きそうになりながら読んでるんだよ。やっぱ間違えてる単語は結構難しめの単語を入れてる。そうです、ね、発音しにくそうな英単語を意図的に入れてる。はい、じゃあまず1問目、せーの、ドン。宝石類。お、宝石。お、正解。よっしゃ、ジュエリー。ジュエリー。あー、そうやな。オッケーオッケーオッケー。危ねー。これは今回なんか一番聞きやすいと思う。じゃあ2問目、男が10万円あったら何を買いたい。というわけで回答オープン、ドン。冷蔵庫。冷蔵庫。丘。ノエリン正解。あー、なるほど。リフリジレーターみたいな。そう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 、リフリジレーター。リフリジレーター。いや、はい、よくわかったな。いや、素晴らしい。すごいな。リフリーゼーラッターって私カタカナでメモってます。あ、そうそうそう。おー、そうそうそう。これは結構優秀やと思った、このメモ。いや、それ天才やわ。どこどこどこ、もう一回言って。 I buy a refrigerator.やばい、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 すごいな。でも英文の流れ的に答えがここだっていうのは分かるんですよ。確かに。だからあとはカタカナをいかに知ってる英語。そうやな、そうそうそう、そういう力。いや、でもよく冷蔵庫分かったな。そうやな、分からんかったな今。次の問題いきます。なんで俺の服着てんねん。どうぞ。ウェーブクリムビングザマウンテン for an hour. I'm exhausted. John, how are you? I'm not tired at all. Oh, you are south. I'm starving. Let's have a barbecue. Yay! スワー。スワースワースワー、バーベキューレッツでスワー。じゃあ問題、はい、問題ね。男が僕は全く疲れていないよと言った後、
女性は男に何と言ったでしょうか。うわそこか。最初の5秒ぐらい全く入ってこない。なんかお母さん の変な発音に気になりすぎたから。そんだけ。あ、そんだけ。これが1問です。あ、この問題は1問。今回発音が割と良かったんで。ティアードが結構大事やん、あのその直前の文章として。それは分かったで。でも You are South。 You are South。だあなたは南やん。あなたは南やん。あなたは南です。あなたは南やもん。でも疲れてないぜって言った後、普通はうん、あんた疲れてそうだよみたいな文句になりそうな気するんだけど。でもおうって言いましたよ。おうおう、おうって言った。疲れてないよって言った後、おう、言うわ、うん、疲れてそうだねよ。違う。あ、確かに。おうおうって言ってるか。じゃあ答えオープン。はい、あなたはタフだね。おタフだね。おお正解。やったー、すげえ。やったー、おーすげえ。わからんでもない。いや、何個も書いてるうちに GH にたどり着いたよ。何個も書いてるうちに。そう、だから S を捉えてるうちはまだあかんのよね。やっぱ TH の可能性を模索しないと。あ、そうそうそう、 そう、 そ う、 そ う、 そう S、 そう、最初それから書いたよね。そう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 。おー You are Southちょっと組み手しみます。絶対違うけどな。もう分かってるよ、本人もさ、分かってるやん。イエス、スワー。やっぱりそれ、シュワー、それ分かった。俺これ分かった。そういうこと。俺、シュワーは分かったね。いきます、よーい、ドン。 If you are situare is ok SeekingHere with your bums, I'm sorry, but can I sing with my tune? Good way, instead of my thumb, than than a.万物万物グエーってなってた。いや、むずだって万物って急に日本語聞かれた。あれさすがに日本語やな。万物ね。じゃあ、はい、質問です、はい、女性は男に何をしろと言いましたか。はい、質問2、はい、男は何でサインすると言いましたか。これもしかして答え万物じゃん。万物すべてのものでサインする。だって最後ザンザーって言ってた。ザンザーなんだよ。ザンザー、何でもいいよっていう。そうそうそう、だから万物答えなんだよマジで。はい、というわけで回答せーのドン。はい、俺と万物どっちが大事か決めて。私はもう契約書にハンコを押す。おお、僕はもう何にも聞き取れなかったんで、もう2問目からつながりで。なるほどなるほどなるほど。ノエリン正解。え、マジすごっ。そんな感じで正解されたら困るわ。え、ちょっとどの単語。シギンウィズユアサムって言ってた。うん、そう、サイン。そう、サインウィズユアサムって。親指でサインしてください。はい、じゃあ2問目、それじゃあ答えオープン。こちら、娘の親指。ちょっと怖いなこれ。娘。あ、一緒。あ、ドーターね。ドーター、ドーター。なんで俺と一緒やねん答え。2人とも残念。いやもう無理やろこれ、ま、正解は、はい、下です。どういうこと。下の綴りはトングエートゥングエーって言ってたんですよ。あー、なるほどなるほど。言われてみたら言ってたかもしれない。うわ、でもこれいけたな。じゃあ次の問題。あ、もうなんか、あのお母さん嫌いになってきた。無事嫌いになってきた。無事嫌いになってきたな。じゃあ最終問題。最終問題。え、でも耳は慣れてきた。耳慣れてきたよね。そうそうそう。お母さんの傾向も分かってきた。よーい、ドン。 Please bring iron skillsSwords and a knife to the expedition tomorrow. Yes, sir. What time do we meet? According to my paper thesis, we will meet at the neighbor's hangar
チュラルチアットダウンアットダウン I can ballistic shape because I have to disrupt lying my dowjatia もうまあこれ結構凄まじい。あ、楽しかったな。アコーディングトゥアコーディングトゥよくわかった。アコーディングトゥなぜか読めた。アコーディングトゥ。じゃあ質問です。はい、明日の展示会何を持ってこいと言いましたか。2問目、彼らは夜明けにどこに集まりますか。ドーンってことか多分。あ、そうそういうことか。あの辺マジでもたついてたからさ、あのもっと事故起きてたよ、なんかあのなんか玉突き事故になってこれエグいになって夜明けはちょっと攻めでつけようと。夜明けってそういうことか。それは分かった。でも参加するって単語は聞こえたんよ。おーすごいな、それすご パーティシペイトって単語は聞こえた。いやすごいすごい。でもパルティペイトちょっとあのなんかスペイン語みたいな。パルキスパイパルティスパイ何か聞こうか分からん。これはほんまに俺もこれもうエグいと思う。スケアスこれ当てたら50点やな、マジで50点もの大逆転じゃん。じゃあいきます、回答オープン。はい、ナイフとアイロン。はい鉄、ハサミ、ナイフ。ノエリー正解。前半1ポイント。何が正解。え、ナイフ正解で、ハサミ。ハサミ言ってます。スケアソアみたいな。そう、シザースの。シザースの。スケアソアス&アナイフ。うわ、それすげえ。わからなかった、それは。え、すげえな。え、びっくりした俺。さっき50点とか言ってたけど。あかんわそれ、ちょっとお前。なんならここ一番むずいと思うんだけどこれ。はい、じゃあ2番目、明日の集合場所はどこですか。いや、シザースすごいわ、マジでマジですごいと思う。まだまだです。お前これ一個別に精進する必要もないからな。これをこの競技。じゃあ、はい、2問目答えオープン。はい、ドン。僕はね、湖沿いの教会。おお、はい。おお、弁願 0.6 ポイント。はい。ノエリン 0.3 ポイント。お、え、教会って言ってたでしょ。え、言ってた。すごい。教会って言ってたでしょ。ってんだろ。近所の教会？あ、そう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 。ネイフバースハンジェチュラルチ。あ、ネイバー？あのネイバーハンゲ。って言ってんだけど、これはヒュージ巨大な。ああ、だから、なるほど、巨大な教会。ネイバー、ネイバーヒュージチャーチという。なんかだ、なんか、リングバースハンジュチュアルッチ。チュアルッチ、そう、チュアルッチが。チュアルッチ。ネイバーよくわかった。リングバースって書いてたんだ。すごくない？いや、ネイバーわからなかった。俺、全く聞いてない。いやー、素晴らしい。お前ら素晴らしいぞ、お前ら。誇っていいよ、お前らもう。いや、俺ら結構頑張ってるよ。いや、頑張ってるよ、俺。俺、びっくりしたよ、お前、それ。ハンギは無理やわ。これ不可能。だって、うんってないもん。うんとかないもん。突如出没した N。それは無理やわ。というわけで、ノエリンの勝利。すごい。ノエリンの方が聞こえてたもん。あ、でもシザースはすごい、マジで。あれはマジで聞こえ。あれはほんまに50点もの。てか俺はい、ということで、今回僕たちがね、ニュージェネレーションアンバサダーを務めるグランサガがなんと300万ダウンロードを突破しました。いいよ、すごい。いや、すごい。声優さんやね、グラフィックなど全てにおいてね、非常にこだわっているゲームなんですけども、今回2月10日のアップデートでもうチャプター8が公開されることになりまして、それで新たなストーリーが非常に展開されております。で、ストーリーなんですけど、はい、グランナイツの騎士になることを目指すラズの騎士団の冒険で描かれておりまして、はい、今回はその地域エスプロジェンっていうんですけども、はい、そこで語られる神話があるんですけど、はい、その女神ベルティが地域を見下ろす場があるとか、はいはい、その女神が世界を守るために透明な壁を作ったりとかっていうね、神話が語られております。透明な壁だよね。で、その2つの神話は果たして女神が世界に注ぐ愛を意味するのか、それともといった感じで、もうめちゃめちゃ意味深な謎で隠されております。意味深ってところがもう徐々に解明されるっていうことが面白いってことですね。そうなんですよ。はい、その他にもですね、グランウェポンというゲームの中で使用される武器みたいなものがあるんですけども、これは今までになかった
古代クランウェポンっていうものが新しく登場したり、その他にも精霊王のイベントがさらにアップデートされたり、いろいろなことがされていますので、ぜひ皆さん概要欄の方からリンク貼ってますので、ぜひダウンロードしてみてください。お願いします。というわけで今日の年間はこれで終わります。さよなら、チョピー。さよなら、チョピー。